つくば大学附属駒場中学校、高等学校は東京都世田谷区池尻4丁目に所在し中高一貫教育を提供する国立男子中学校、高等学校通称は地区。1947年に旧制東京農業教育専門学校の附属新生中学校として設立された国立学校。その後、1952年に 東京教育大学付属駒場中学校、高等学校と解消した。国立の中学校、高等学校では唯一の男子校でもある。筑波大学の付属校であるが、同大学への特別な内部進学枠は有していない。1学年の生徒数は中学120名、高校160名である。しかし、近年は1クラス41人ずつの中学123名、 高校164名となっている。他を圧倒する東京大学への進学率を含めた高い進学実績とともに、駒場の自由、6年間の自由空間、自由活達といった言葉で語られる日本でもかなりな自由な校風で知られ、中、高ともに制服のない私服校である。また、伝統としてかつて駒場農学校のあった場所で、水田における、 稲作実習を実施している。この水田は同校でケルネル田んぼと呼ばれている。現在は文部科学省からスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けている。すぐそばに駒場東方中、中、都立駒場高校、駒場学園高校等がある。 東京大学教養学部から南におよそ700メートルの高台に位置し、東京都の文教地区建築条例による指定はされていないが、いわゆる文教地区に校舎を持つ。稲作の実習を行うケルネル田んぼ学校行事が盛んであり、年間を通じて様々な行事が催される。特に音楽祭、体育祭、文化祭の3つは三大行事と呼ばれることもあり。 クラス単位で取り組むほか、生徒による各実行委員会が教員の協力を得て運営する。この他にも教育の一環として学年ごとの行事が存在する。例えば、芸術鑑賞会とは別にジョールリア、歌舞伎、ノーといった伝統芸能を学年ごとに鑑賞する機会がある。以後、クイズなどではしばしば全国制覇を果たしている。1998年に、 第18回全国高等学校クイズ選手権で全国制覇を達成した。駒場記は2003の2005年に全国大会3連覇を果たしている。国際科学オリンピックの日本代表として活躍する在校生も毎年いる。数学オリンピックでは2005年度には日本代表6人中5人を在校生が占めた。 日本が初参加となった2005年の生物学オリンピック北京大会も代表2人のうち1人が在校生で銅メダルを獲得。全国高校科学グランプリでも対象を含め多数の入賞者を出している。また2005年にはスーパーコンピュータのプログラミングを競うスパーコンピューティングプログラミングコンテストで優勝、3位入賞を果たすなど、 各方面の大会で成果を上げている。英語ディベートにおいては、2020年、2021年に、日本高校生、パーラメンタリーディベート連盟連盟杯で優勝している。また、2005年、TBS 系列で放映されたテレビ番組、学校へ行こう。MAX での企画、文枚労働振付甲子園において、有志がダンスユニット、畜6を結成。 出場校6校の中から優勝校に選ばれた。ありがとうございます。